by みきのみこと。皆さんこんばんは。聖書語りナビゲーターの影山真澄です。日本酒の素晴らしさを世に広めるべく展開されている日本酒キャラクタープロジェクト、みきのみこと。この番組ではみきのみことにご参加いただいている蔵と銘柄の関係者をゲストにお迎えし、清酒の巫女を演じる声優とともに日本酒銘柄にまつわるお話をお届けしてまいります。今夜ピックアップする腰の乾杯の趣味は、料理ということなんですが、影山が初めて作った料理といえば、調理実習だったと思うんですが、コフキーモとかそんなだったと思うんですね。確か、だから調理実習でみんな好きなもの作っていいよっていう時は、なんか手打ちうどん作りました。はい、それでは聖酒語り by みきのみことスタートです。聖酒語り by みきのみこと。改めましてナビゲーターの影山真澄です。さて今回番組がピックアップするのは腰の乾杯になります。まずは腰の乾杯を演じるこの方でございます。どうもこんばんは、腰の乾杯役の高橋ひろきです。僕が料理をやったのはですね、やっぱり家庭科ですね。で卵焼きを作れと言われたんですけども、グループで作ったんですよ。で卵1個の卵焼きを作れって言われて、作り始めるんですけども、なぜかうちの班の一人がですね、塩は小さじ1杯だぞって言い張って、卵1個鶏卵1個に対して小さじ1杯の塩をぶち込むという経験がございました。これ僕のせいじゃないです。そいつが強情に言い張ったんですよ。塩は小さじ1だってっていう風に言われてですね、その後の実食でひどい思いをしたっていう、そういう経験が最初の料理でした。よろしくお願いします。よろしくお願いしますそれは相当しょっぱかったですね。あいつって誰のことか分かんないですけど、何だったんでしょうね。多分ね、一つまみか、多分 1っていう数字をどっかで見たんでしょうね。一つまみぐらいだと思う。 それを小さじ1だと思ったんですよ。僕らも小学生だから分かんないんで分かんないですね。結構入れるもんだねなんつってやりましたね。しょっぺー、しょっぱかった。でも残しちゃいけないっていう、なんかそういうなんか真面目な小学生的な気持ちもあるから、はい、食べましたよ。一生懸命食べましたよ。かわいい小学生ですね。はい、はい、今日は腰の乾杯を作っている石本酒造から社長の石本さんがお越しくださいますが、高橋さんどんなお話伺ってみたいですか？はい、やっぱりですね、腰の乾杯って僕が本当に小さい頃から全然お酒日本酒はおろかアルコールそのもののことなんて全く知らなかった時代から存在は知ってたし、はいはい、ロゴマークといいますか、筆書きの文字っていうのは、僕小さい頃の記憶さえあるんで、やっぱりそういう老舗をこう経営してらっしゃる方のお話ってすごくなんかためになりそうな気がして非常に楽しみですね。はい、それではこの後石本さんにご登場いただく前に、ここで清酒の巫女腰の乾杯さんに、石本酒造のご紹介をしていただきたいと思います。はい、それでは腰の乾杯さん、よろしくお願いします。さてここからは俺が石本酒造株式会社について紹介しよう。石本酒造は新潟県亀田郷にある酒蔵だ。農作業に励む地元の人々に喜んでもらえる酒を作るという願いのもとに創業されたんだ。また酒蔵がある地域は昔から梅の名産地で、初春の残雪の中凛とした美しさを放つ梅の花が銘柄名腰の乾杯の由来なんだ。地元の人へ向けた酒造りが今や多くの人に愛されるまでになった。これまでの酒蔵の歩みや蔵元が日本酒に託した願いについても聞いてみたいな。その願いを叶えるために俺も頑張りたいからさ。腰の乾杯さん、ありがとうございます。それではご登場いただきましょう。今回はリモートでのご出演となります。石本酒造株式会社代表取締役社長の石本達則さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お忙しい中ご出演いただきありがとうございます。ありがとうございます。そちらは今どちらにいらっしゃるんですか？
ここはあの会社の、はい、来客用の応接室です。ほうほうほう、後ろに、はい、かっこいい腰の看板さんが立っていらっしゃいますが、いらっしゃいますね。腰の看板さんは、はい、今日のためにわざわざですか、いつも置いてあるんですか。はい、いつも置いてます。いつも。じゃあ来客の方は皆さん、はい、あれなんですね、あの腰の看板さん、ね、会えるんですね。これ何って結構聞いてくれますよ。おあ、そうなんですね。これボイスとかを実装して差し上げるってことはできないですか。あ、それは欲しいですね。ようこそ石本静江っていうやつ、ね、これいいですね。それ素敵ですね、はい、あの運営さんにちょっと言っときます。お願いします。はい、それではまずはあの恒例の事前アンケートをお答えいただいてるんですけれども、あのちょっと社長の個人編からいくつか抜粋しつつご紹介したいと思うんですが、現在の職に就くまでの経緯の中で、あの取引先のアルコールメーカーとご回答いただいておりますが、もともとあれですよね、お家が酒造さんだったってことなんですよね。はい、あの実家が酒造会社でして、はい、私があの創業から4代目の今社長やってます。はい、この取引先のアルコールメーカーさんというのはこれどういう感じで就職されたんですか。はい、日本酒に入れるその醸造用アルコールという、はい、まあ、原料用のアルコールをですね、まあ、ここで作ってたり精製してたりしてるんですね。はい、でそのアルコールもこう使いながら取引させていただいているので、まあ、そこで少しこう勉強がてら茂みっておいでよということで、うんうんうん、まあ、1年半ぐらいですかね、1年10ヶ月ぐらいお世話になって、それでうちに帰ってきた。なるほど。戻ってこられてからはどういうお仕事を されたんですか、初めは。まあ、初めはですね、やっぱり下働きをしようせよということのその次からの教えで、うん、配達をしたりとか、うん、まあ、当然その冬の作りの期間には蔵の中に入ってお酒を作ったりとか、うん、夏場はまあ配達を配送配達したり、まあ、お得意先ですよね、まあ、小売屋さんと呼ばれるところにこう回ったりとか、そういうことをずっとしてました。なるほど。個人編の中でご自身 の自己分析でどんな性格ですかというところに夢見がちと書いてあったんですが、これどんな感じなんですかね。夢見がち、ロマンチストってことなんですかね。いや、まあそうですよね、まあ、いい年をしてロマンチストってなかなか言いにくいもんですから、はい、夢見がちなんて聞かせてもらったんです。どんな風な夢を描いてらっしゃるんですかね。そうですね、やっぱり楽しくなることとか、まあ、そういうものってどういうこと、どうかなっていうのをですね、こう妄想癖じゃないけども、うんうんうん、楽しくなることを想像したりですね、してます。最近ではその楽しくこうなることをこう思い描いたことをですね、現実にこうできないかなっていうことを、まあ、最近って言いますか、まあ、年を取ってきたら考えるようになります。それはなんか蔵のお仕事で、お酒、日本酒のお仕事でそれが役に立つこともあるんですか。まあ、当然やっぱりそうですね、まあ、基本はお酒をどう楽しむか、うん、そのお酒をどう楽しんで飲んでもらうかとか、そういうことがまあ基本ですよね。まあ、それだけじゃなくて、まあ生活の中とか、例えばこのエンターテインメントの中とか、そういった消費者お客様、そのミキミコファンもそうですけれども、うん、そういう人たちがどうやって楽しむのかなとか、そういうのをこう想像しながらですね、形を作っていくっていうのが最近のその夢っていうんですかね。なるほど。なんか苦手なものは人前での挨拶というふうに書いてあったんですが、今もうまさにその状況でございますが、今どんなお気持ちでございますか。はい、かなり天敗にやってます。はい、そうはお見受けしませんけど ね。そうは全然、うん、よく言われるんですよ、見た目なんでね、よく言われるんですけど、はい、非常に、はい、緊張してます。もう慣れてらっしゃるようにしか、はい、ワクワクがでも勝ってるからなんとかお話はできる。なんかアンケート全体にこう社長が皆さんに喜びを与えたいっていう、こうエンターテイナーな部分がすごく色濃く出てたなっていう感じがあったと思うんですが、ね、腰の看板を置いてくださったりとか、うん、ね、はい、もともと誰かを楽しませる、喜ばせることがお好きだったみたいなことはあるんですか。はい、基本子供の頃はなんかこう目立ちたがり屋ですかね、うん、そういった部分もあったらしいんですよね、親から聞くと。だけども反面その恥ずかしがり屋っていうのもあってですね、はい、あまりこう派手なことしない性格、そうあんまりしないんですけど、心の中ではふつふつと何かこう楽しいことをしたりとか、みんなと楽しいことを見せたりとかしたいなっていう気持ちが
結構あるんですね。やっぱり日本酒今作ってるわけですし、はい、やっぱどうせ物を作ってるんだったらそのものでも何か楽しむことができる、あのいい仕事なわけですよね、うん、なのでなかなかこうやっぱりこう簡単に人はこうできるのことではないと思うんですけれども、やっぱりそういう世界にいるんだったら、まあ、やっぱりちゃんとこう楽しみをこう見せることは大事だろうということをですね思うようになってます。あの実際自分はその音楽も好きでバンドもやってるんですけれども、今もやってらっしゃるんですか？今ちょっとねこういう状況なんであんまりできないんですけど、はい、ずっとあの学生の頃からずっとバンド組んでて、はい、またにやってまあやってるんですけど。何を担当されてるんですか？私はドラムなんです。おーぽいなんかイメージ通りですね。ありがとうございます。やっぱりそれでその、まあ、そのお客さんというかオーディエンスですね、うん、そのお客さんが喜べばなんか自分たちの演奏もさらにこうなんですけど盛り上がってこう前向きに踊ってとかですね、でそのキャッチボールっていうんですか、そのお互いがお互いをこう高揚させていくってところにやっぱり惹かれるわけですよね。それが喜びになってお互いになっていくので、まあそういうところからもいろいろ学ばせてもらって、あその間にお酒があるんですねっていうことをやっぱり会社あの酒造りの場合は思うわけですよ。そうするとそのお酒を介してそのキャッチボールをしていくことでお互いよりいいものがこう生まれていくんじゃないか、連れていくんじゃないかなって思いますね。素敵、うん、なんかそのエンターテインメント性がまさにこのお酒にね活用されて、はい、皆さんに楽しんでいただける、はい、素敵ですね。我々の仕事も似たようなというか、うん、まあ、ほとんど同じって言いますか、うん、その喜んでいただくっていうことに関しては全く同じだなっていうふうに今思いましたね。やっぱりキャッチボール、あのオーディエンスの方とのキャッチボールがあって、まあ、我々はお客さんの前ってことはなかなかないんですけど、ね、あの番組を通してそういうのがあってより喜んでいただくためには、でそのことによって自分たちもこう楽しめてより良いものを作っていくためにはどうしたらいいかっていう考え方ってやっぱりお酒作りにも共通するものがあるんだなって今思いました。それではあの社長改めて、石本酒造株式会社のご紹介をお願いしてもいいですか？はい、ですね、創業が、1907年、まあ、明治40年ですね。で私あの4代目なんですけれども、立地は、新潟県の新潟市というところに、あります。これはもう創業の当初から場所は変わってません。で新潟の地っていうのはですね、あの信濃川と阿賀野川といわれるその大河にこう挟まれたその湿地帯なんですね。で沼地でありながら、まあ、そこでその稲作がこう盛んにこう生え されてきた土地なんですけれども、沼地だけじゃなくてですね、その大河が運んでくるその堆積土がこう集まった、まあ、砂丘ができたりとかですね、そう非常にこう水はけが逆にいい場所だったりとか、それからその栄養がこうですね、山から運ばれてきた養分がですね、堆積したその本当に肥えた土壌でもあるんですね。でそこでやっぱり稲作が盛んになってきて、美味しいお米が取れてその副産物ということで、まあ、麹、味噌、醤油、そしてまあ酒屋というものができてきたんですね。でもう一つその北海道を起点としてこう動くその北前船、北前線というのがあって、まあ、海のその交通の要点として新潟港っていうのがその寄港地になるんですよね。でそこでかなりこう交易とかがこう盛んになって、いろんなものの物流の拠点となって、そういった文化の中でお酒屋っていうのもやっぱそういった人たちがこう集まってきて、もうですね、こうなんですか、こう移動するような、そこでこう楽しむようなとど、まったその飛行地でとどまってきた人たち その楽しみようなものとして、そのお酒の文化というのもこう発達していったっていう、そういう地なんですね。まあ、そういうところで、もう私らもそのお酒作りをこう盛んにさせていただくことになるんですね。まあまあ、それからいろいろ戦争があったりとか時代がこう変わってくる中で、やっぱり米がなくなったりとか、そういったものが希少なものになっていくんですけれども、やっぱりお酒というものはそこで、何だろうというのが私の、まあ、おじいさんの時代ですけども、やっぱりこう喜んで飲んでもらおうと、アルコールならその何でもいいじゃなくて、でまだまだ戦後で物資が足りないんだけれども、決められたお米の量しかもらえないんだけれども、じゃあそれで
単に良いものを作るんじゃなくて、少ないながらもやっぱりいいものを作って喜んで楽しんでもらおうと、ほんと一握りの人だけしかお酒行かないかもしれないけど、その人たちにこう思い切りこう楽しんでもらったりとか、癒しをこう求めてもらいたいなっていうところが私のおじいさんの考えですね。でそれから父、私と同じようなやっぱりその人に対して何ができるかっていうところをこう、まあ、受け継いできたっていうのが今の星の考え形になってきています。なるほど、素敵ですね。歴史が本当にありますね。はい。そして今夜は石本酒造のお酒から今おすすめのお酒をご協賛いただきました。こちらのお酒のご紹介もお願いしていいですか。はい、今ちょうど皆さんの目の前にあります、もう吟醸、はい、純米吟醸酒のサイです。はい、青い部分、これは、出して、3年ぐらいですかね、4年ですかね、今4年半経ちましたけれども、まあ、比較的うちとしては新しいお酒なんですね。うん、まあ、なぜこのお酒を、まあ、作ったかといいますと、非常にその古酒の乾杯って言われると、そのイメージ的に淡麗辛口というようなお酒のイメージをやられていますけれども、なんて言いますかね、その水みたいだろうとか香りがないだろうとかって、逆にそういった意見もあるんですね。だけどもその水ではないわけですから、やっぱりその米の旨味とかですね、やっぱりそういったものをやっぱりきちんと出さないと、やっぱり米から作ったりすると言えないわけですから、もうお米のこう旨味がこうありながらもですね、やっぱりその乾杯らしさ、コシの乾杯らしさ その非常にこう滑らかで、キレが良くてですね、飲んだ後のその美しさとか品の良さっていうものをこうやっぱりちゃんと考えながら、出していこうということを考えながらですね、作ったお酒なんです。なるほど、確かに飲みやすくてすっきりしてるけども、はい、味わいがあるっていう素敵なお酒でした。はい、ありがとうございます。こちらあれなんですか、見比べる酒の中身もこちらのお酒になるんですかね。そうです、限定で作ってる今見比べるも中身です。はい、もうすぐ発売なんですね。はい、4月の19日が、はい、発送になります。見比べる酒、はい、予約はまだ受け付けている。予約は受け付けしております。それは、はい、ホームページとかで、越の乾杯のホームページとかで、はい、見に行けば買える、はい、ということですか。はい、確認していただければ、はい、EC サイトで販売になっておりますので、はいはい、ぜひご覧いただいて、ご注意ください。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ぜひ。はい、そんな石本酒造で作られている銘柄コシノカンバイが、三木の味方でキャラクター化されています。そうなんですよ。はい、先ほど蔵元紹介で出てきてくれましたが、はい、改めて高橋さんからキャラクターの紹介をお願いします。はい、三木の味方の青春の巫女コシノカンバイでございますけれども、まあ、そうですね、基本情報からいきますと、身長178センチ、いいですね、最近の二次元キャラにありがちな、なぜそんなに背が高いんだこいつっていうこともなく、かといって低いわけでもない、はい、とてもイケメンな感じのね、はい、ちょうど身の丈に合った、はい、感じの身長で収まって、ごめんなさい、一つの項目で長いですね、申し訳ないです。さて、趣味がですね、料理になっております。で、おすすめの品は冷ややっこと鮎の塩焼きという風になってるんですけども、まあ冷ややっこと鮎の塩焼きですから、これで料理が得意と言って良いものかどうかっていうのはございますけども、そこに匠の技が、そっか、鮎の塩の振り方ですね。そうですね、知ってる知ってる、すっげえ高いところからパッパッパッとやるんでしょ。分かってますよ、そんな冷ややっこだってね、豆腐も水で作るようなもんですからね。そうです、水が大事ですからね、はい、そっからもこだわってるっていうそういうすみません、適当に喋っています。はい、はい、性格はですね、根っこの部分は素直な俺様リーダーなんですけどもね、料理がうまくて面倒見がいいことからよく周りに頼りにされます。僕のね、ひろきっていう、あ、高橋ひろきと申します。ひろきっていう名前もね、親に聞くと、広い枝を持つ大きな木になってみんなに頼られるようにっていう、頼られるような人になりなさいっていうね、そういう意味合いが込められていると聞いたんですけども、じじいになったうちの親父はそんなこと言ったっけなと思って言ってるんで定かではなくなってしまいました。はい、昔はそうだったはずなんですけど、はい、今は定かではなくなってしまいました。
はい、ということなんで非常にあの僕と親近感を、感じております。みんなでワイワイ楽しむことが好きな一方で一人が苦手という寂しがり屋な一面もございます。あ、僕と同じです。でも一人でいたがるんですけどもね。でもやっぱりあの他にもね人がいた方がいいのにな、僕ったらめみたいなことをよく考えます。ご飯はみんなで食べたい派、これだけ違いますね。僕は一人でじっくり味わいたいです。お、はい、腰の看板のデザインには地域の特色などふんだんに盛り込んでおりまして、特に足元から上へ向かっての配色がですね、沼地から地表の雪のように変わっていき、そして一番上に来ると白梅、白い梅ですね、とそこに降りかかる雪をイメージしているキャラクターデザインという、そういうグラデーションになっているんですね。すごい綺麗なお着物 の、 この、そうなんですよ、新潟の大地、平野ですね、あそこに米が育って、そこから、雪のね、長き冬の厳しさを乗り越えて、そしてこの雪解け水の美しい美味しい水で作ってるっていうことの、あんまりいい加減なこと言っちゃいけませんねっていうイメージなのかなっていうふうに思っております。はい、完売の梅というところもね、白梅にかけまして、グラデーションで作られているということになっておりました。はい、ありがとうございます。はい、社長、これキャラクターへのリクエストみたいなものはあったんですか？はい、細かいところをいろいろさせてもらったところあるんですけれども、はい、やっぱりこの全体的なイメージはもうぴったりで、本当に何ですか、いろいろ調べられたことをうまく反映されてるなというふうに感じました。今高橋さんがご説明してくださったその内容が本当にこのキャラクター化されてるっていうところがぴったりで、本当には素晴らしいなと思ったんですけれども、このキャラクターを描かれたその小田さんっていうのは、小田先生っていうのは結構綺麗な、やっぱりこういった系のね、キラキラしたこの絵を描かれる人で、私も漫画とか好きなんで、小田先生の漫画あんまり見ないんですけど、でもキラキラしたこの何ですかね、感じがすごく綺麗でいいなと思います。精悍な顔なんですけれども、ちょっと私チェックさせてもらったのが頭の上にこの何ですかね、漫画で言うとアホ毛って言うんですけどありますね、ありますよね、これがキリッとした中でやっぱりこれがちょっとあるのがやっぱその好きっていうんですか、見るところが細かい、その何ですかね、そのやっぱりちょっとこう柔らかさとか、その人に対するその柔らかさとか、そうですね、親しみやすさとでも言いましょうかね。そうですね、まさに。なんかこの髪の毛だけでもこう全部こう立ってるところがなんか素晴らしい。なるほど、本当に漫画お好きなんですね。キャラデザでこんなに語っていただける社長さんも なかなかいらっしゃらない。なかなかいない。最初じゃあこのお話が来た時はもうそれは社長のところにすぐにお話が行ったってことですよね。はい、そうですね、やっぱりその。ありがたいことにその腰の看板も出させてもらえているというふうに来ていただいたのが本当に嬉しくてですね、私もやっぱりそういったその人がこう喜んでもらうというか、何かを返して喜んでもらうことに携わりたいなと思ってるわけですから、ちょうどなんかタイミングが合いまして、すぐこちらからもうすぐそのことお願いしますと、嬉しい、してもらいました。そうなんですね。でもここでちょっとメールをいただいておりますので、はい、そちらの方を高橋さんからご紹介していただきたいと思います。はい、お便りいただいております。じゃあ紹介していきますね。式ネームそらさんからいただきました。石本社長、ひろきさん、ますみさん、こんばんは。あ、まあ、社長お元気でしたか？はい、元気ですか？はい、以前新潟酒の陣で石本社長にお目にかかる機会があり、気さくで面白くて親切に対応していただいて、とても感激したことを忘れられません。社長がお痩せになっていないか心配ですん、福の神のような社長からどんなお話が聞けるか今回楽しみにしておりますというふうにメールいただいたんですけども、こちら新潟酒の陣という、はい、イベントがあったんですね。一大イベントが時ホールでしたっけ、あれ時メッセか、私も一度行ったことがあるんですが、やっぱりお客さんとの直接の交流を大切になさっていらっしゃるんですかね。そうですね、あんまりこう人前に出るのは基本的に嫌いなんですけども、でもやっぱりその喜んで来てくださる方に何かこうどれだけ返せるかってことやっぱり考えますよね。そうですね、伝わってますよ、式年もそらさんに。そらさん、ご存知です、よく知ってます。あ、そうなんですね。そうなんですね、
お休みになってないか心配って書いてあるんですけど、何か、ね、何かあったんですか。いろいろ苦労はしてますけれども、はい、大丈夫です。ご時世的にもってことでしょうかね。はい、はい、社長、はい、そらさん、社長元気ですよ。ご覧の通り、とっても元気です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一つじゃあ紹介しますね。式ネームダルダルさんです。これ僕聞いてみたかったことなんですけど、皆さんこんばんは。非常に申し上げにくいのですが、私は新潟県の郷土料理を存じ上げません。かっこすぐ近くにある山形県出身のなので、もしかしたら似ている料理を食べたことがあるかもしれませんが、てんてんてん。この機会にぜひ知りたいので、腰の乾杯に合う郷土料理をお教えいただければ幸いですというお便りなんですが、実はですね社長、僕両親が新潟出身なんですよ。はい、ね、なんですね。で、まあ、僕自身は出身は東京なんですけども、よく新潟の、新潟に、まあ、お盆に里帰りをしたりとか、はい、新潟の話を聞くんですけども、よくよく考えると僕も新潟料理ってそういえば何だっていうこういうのにこれ気がつきまして、あまり実は知らないんですね。草餅、草団子か、草団子と、まあ、柿の種とか、あとは寺泊まりで魚がうまいかみたいなことぐらいしか知らなくて、お米が美味しいっていうイメージ、あと、まあ、お米はもちろんでっていう感じなんですけど、いかがですか新潟県の郷土料理。郷土料理、新潟もいろいろその地域によって、様々なところがあるんですけれども、はい、私でいるその新潟市っていうのはですね、非常にこう海にも近いし山にも近いって、ちょうど中間地点なんですね。はい、なのでいろいろなものがこう手に入るんですけれども、昔から食べられているのはのっぺ汁、のっぺ汁、はい、里芋、たけのこ、しいたけ、人参、まあ、そこに何が入るかな、こんにゃくも入るかな、こんにゃく入ったり、それをこう、まあ、醤油って言いますか、あえてこう煮るんですね。はい、で、中にその鶏肉を入れるところもあるし、海の新潟鮭、鮭ですよ、魚の、はい、鮭文化なので、その鮭を入れるところもあるんですよね。で、またそういったものをこう煮炊きして、はい、そのままあったかいうち食べるのもいいんですけれども、それを保存食として、まあ、2日目3日目までこの冷たくなったものをですね、こう食べるというのが結構昔からこうある文化ですね。そう、あえて冷たくして食べるんですか。冷たくして食べるのもやっぱりそうなんです。あえて冷たくして食べる、あえてなんですね。はい、特にその冬場に食べますかね。冬場に冷たくするんですか。冬場もうほっとくと冷たくなっちゃうんで、そうか、そのまま食べるんだと思うんですけど、はい、夏にこう出てくるってことはあまりないですね。割とこの、寒くなってくると、その食材が取れ始めて、鮭が取れてって言って、こうやって鮭のその切り落とした部分をこう入れたりしてですね。はい、ごめんなさいね、本当個人的な記憶で話してるんですけど、はい、お雑煮とかもそののっぺ汁にお餅を入れるみたいな感じで作ったりとかします。それは使わないと思いますね。そうですか、はい、のっぺはのっぺで、雑煮は雑煮 その同じようなやっぱり醤油ベースの その雑煮汁なんですけど。あ、なるほど、なるほど、まあ、違いますね。使わない、あ、違うんだ。いや、うちのね、うちの両親の、はい、お正月に出してくるお雑煮がいつもは違うんですよ。いつもはお醤油だしに鶏肉とちょっとしたほうれん草かな、はい、とかがちょっと入ってるっていうだけなんですけど、本当はねけんちん汁みたいなの作ってね、それを出すんだよ、うちの実家ではとかって言ってて、はいはい、それのことかなって今思ったんですけど、じゃあうちの母がけんちん汁って言葉を使っちゃっただけで、まあなんかその違うものなのかな。まあでも雑煮はですね、大根のこの短冊に切った大根を入れたり、短冊のその人参を入れたり、はい、トコンを入れたりですね、はい、そういうところにこの餅を入れて食べるっていうのがあります。違うな。おお、うちの両親本当に新潟かな。オリジナル母方はね疎開組なんですけど、はい、父はね新潟の寺泊まりの付近で農家をやっていたんですけど、おかしいな。ちょっと今度またうちのじいちゃんばあちゃんに聞いてみます。はい、オリジナルなのかもしれないですね。山形にもその似たような料理ってあると思います。呼び方が違うんだけど、なんとかっていうそのへなんだなんだ山形あるんですよ。のっぺと似たような作り方の。あ、そうなんですね。はい、あ、なるほど。ありがとう。でものっぺは
なんだろう、秘密の県民賞とかで聞いたことのある料理名なんで、はい、あ、冷やして食べるっていうのはね初めて聞きました。あ、確かに冷やして、うん、初めて試してみようかな、うん、なんかね、うん、今度何か、うん、出たら、はい、はい、ありがとうございます。さてお話も盛り上がっているのですが、そろそろお時間になってしまいました。この後はみきのみことのお知らせです。聖書語り by みきのみこと。ここでみきのみこと関連のお知らせです。今夜は松野弥生紫担当野鍋主がお届けします。よろしくお願いします。今月もご御福様からおつまみのご協賛をいただきました。一杯のチンキは豚のど軟骨ジャーキーです。一頭の豚から 60g しか取れない喉の部分の軟骨を使用しています。その豚軟骨を特製のタレに15時間以上漬け込んで乾燥させました。コリコリとした独特の歯ごたえです。ありきたりの珍味では満足できない、珍味通にぜひ食べてほしいとのことです。ご御福様の商品はご御福様のオンラインショップまたは全国の百貨店、スーパー、量販店などで購入できますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの商品と本日ご協賛いただきました腰の完売純米吟醸サイは僕の個人配信でレポートしますので、ぜひ遊びに来てください。松野弥生の配信はツイキャスにて行っています。配信についての詳細はみきのみこと公式ツイッターをご確認ください。続きまして、みきのみことオリジナルタンブラーが好評発売中です。聖酒の巫女バージョンと神様あやかしのうぐいすバージョンの2種類となります。みきのみことタンブラーで検索してみてください。続いて、推しで推しが飲めるみきのみことキャラクター彫刻ステンレスおちょこ、新たに第4弾の発売が開始されました。今回追加されたのは、キュウビ、南郷、元帥、岩の井、千代結び、みきのみことのロゴの6種類となっています。楽天みきのみことで検索してみてください。そしてミコラベル酒、続々と発売中です。詳細は公式ホームページ、ツイッターなどをご確認いただき、ぜひ蔵元のホームページなどからご購入ください。続いてみきのみことテーマソング CD、ひととせ酔いの縁が全国の CD 取扱店、オンラインショップにて好評発売中。ぜひお買い求めください。さらに、LINE クリエイターズスタンプ第1弾、第2弾が好評発売中。みきのみことで検索してみてくださいね。そして、みきのみことリバティーンエイジコラボパーカーですが、獺祭、桜政宗パーカーのデザインが決定しています。こちらも発売をお楽しみに。そして、今週のみこ活紹介です。今回、僕が選んだのは、鈴子さんのこちらのツイート。天高酒造さんのキュウビを飲みました。これすごい、味が全く違う、どっちが好きと聞かれたらどっちも好きですと答えるしかない、こんなに交互に飲むのが最適なお酒もそうそうない気がする、永遠飲めてしまってまずいなぁといただいております。2つの酒米を配合して、その配合の割合を逆にしたらどうなるのかというねコンセプトで作られたお酒だそうで、鈴子さんもですね、交互に飲むのが最高とおっしゃっておりますね。僕など飲んだことないので、ぜひ今後飲んでみたいなと思います。キュウビのおチョコもね発売されましたので、ぜひ皆さんもステンレスおチョコで飲んでみてください。引き続きみこ活報告をお待ちしております。ということで、本日の担当は松野弥生紫担当野鍋柊でした。バイバイ。聖酒語り by みきのみこと。聖酒語り by みきのみこと、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組では酒造さんに聞いてみたい質問ほか感想などお待ちしております。そしてみこかつは、ハッシュタグみこかつをつけてぜひツイッターに投稿してください。なお、投稿していただいた画像などは番組でご紹介させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。そして、次回の出演者やメッセージの宛先はみきのみことの公式ツイッターでご確認ください。たくさんのお便りお待ちしております。最後に、この番組のアーカイブのお知らせです。この番組はバンナム TV でプレミア公開後、期間限定でアーカイブ公開します。今夜の腰の完売会のプレミア公開日時は4月3日土曜日の20時からとなっております。詳細は公式ツイッターをチェックしてください。
それから先ほどご紹介しましたミキノミコトキャラクター彫刻ステンレスおちょこなのですが、こちら越野寛梅さんのおちょこも発売中でございます。ぜひぜひこちらチェックしてみてください。ということで今回は、石本酒造株式会社代表取締役社長の石本辰徳さん、越野寛梅役の高橋弘樹さんをお迎えしてお届けしてまいりました。最後に石本さん、日本酒ファンの方にぜひメッセージをお願いいたします。はい、皆さん今日はありがとうございます。ぜひですね、自分なりのその楽しみ方をこう見つけていただいて、間にこのお酒があるその楽しみっていうんですかね、お酒とともに自分なりのその楽しみ方をこう見つけていただいて、喜んでいただけると、我々そのメーカーとして、造り酒屋として非常に嬉しいことであります。お酒が美味しいって言っていただけるのは本当に嬉しいんですけれども、それだけじゃなくて、お酒を使い合うことで皆さんが豊かな気持ちになったり幸せな気持ちになっていることをですね、いつも願いながら想像しながら、我々は頑張ってお酒を作っていきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そして高橋さんからも本日の感想をお願いいたします。はい、本当に今日はですね、酒造会社の社長さんのお話が聞けるってめったにない機会がありまして、本当に良かったなと、とてもためになる話が聞けたなっていうのと同時に、やっぱり物を作る、人に喜んでいただくっていう、そういう気持ちっていうのはどういう職業でも同じなんだなっていうふうに、思いました。やっぱり僕、声優としての僕たちもこの三木の、清酒の巫女越野寛梅というこのキャラクターを通して、やっぱり見ていただいている方に豊かな気持ちになっていただき、幸せな気持ちになっていただくために、僕自身も、幸せな気持ちで、お届けしていければいいなというふうに改めて思いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回ご登場いただいたのは、石本酒造株式会社代表取締役社長石本辰徳さん、そして越野寛梅役の高橋弘樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーターは影山真澄でした。ではまた来週、バイバーイ。